はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。最近藤井七冠が8冠を取るんじゃないかということで連日話題になっておりまして、そのおかげで普段あまり将棋に興味がない方々も将棋界に目を向けて私の配信に遊びに来てくれたりしております。それ自体は非常に喜ばしいことなんですが、その中でちょっと残念な誤解もございますんで、今回はこの誤解だけは許せないっていうことを正していきたいと思います。それがこちらですね。最近来た謎の質問ということで、藤井聡太さんはわざとタイトル戦の番勝負で1敗しているんですかというものがございました。これに対しては明確に絶対ありえないと否定させていただきたいと思います。この質問が来た背景としてはこちらですね。藤井七冠は3連続でタイトル戦ストレート防衛やダッシュした後、その後9連続で1敗以上しているということですね。こちらですね。40、40、30と来て、その後31、41、42、42、31、31、41、31、41ということで、どうしてあんなに強いのに1敗以上しているのか、その理由が知りたいと、そういった方々もたくさんいらっしゃいました。わざと負けているっていうのは絶対ありえないんですが、ではどうして最近3勝0敗とか4勝0敗とかすっきり勝ちきれないのか、そのあたりを解説していきたいと思います。まず一つ目の理由がこちらですね。AI 研究により後手番が勝ちづらくなっていると、どん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 勝ちづらくなってきていると、そういったお話を藤井七冠がされておりました。これすごく簡単に言うと、AI が研究していくにつれて将棋っていうゲーム自体が、先手有利っていうことが徐々にこう分かってきまして、プロ棋士といえどもなかなか後手番で苦戦する人が多くなっていると、そういうことですね。藤井七冠もその例に漏れず、後手番の勝率が最近ちょっと悪くなってきているという形になっております。藤井七冠がタイトル戦で負けているのは大半が後手番です。それがこちらのデータですね。直近藤井七冠は先手番では、ご覧のように9連勝中となっているんですけれども、後手番だとこの結構黒星が目立つの分かっていただけると思います。先手番で9戦は9連勝中なんですが、後手番の直近の9戦は5勝4敗ということで、大体五分という数字で、藤井七冠は勝率通算8割超えてますんで、藤井七冠にしては5勝4敗っていうのはだいぶ苦戦しているのかなと、そういったデータが出ております。ちなみに藤井七冠のタイトル戦の通算成績は60勝15敗、ジャスト8割となっておりまして、タイトル戦脅威の17連勝ですが、その内訳は先手が34勝4敗、8割9分5厘、ほとんど9割、そして後手が26勝11敗、大体7割ということで、先手勝率約9割、後手勝率約7割となっております。これを見ても、いかにその藤井七冠といえども後手番で苦戦しているかというのがよく分かっていただけるかなと思います。また2つ目の理由といたしまして、タイトル戦は基本的にもう挑戦者全員が人生をかけて準備してきまして、全身全霊で作戦を用意して挑んでくるという、そういう背景もございます。さすがの藤井七冠でも、そんなに簡単にプロ棋士が用意してきた、もう全身全霊かけて用意してきた作戦を迎え撃つっていうのは難しいということですね。また最近ちょっとこれ気になっているんですが、藤井七冠は悩みを聞かれて正座するときに足が痛いと、そういうお話をされておりました。ちょっとこれ個人的には非常に心配でございます。スーパースターの羽生九段も長年の正座から来るダメージで足の病気になって、数年間も絶不調に陥っていたということがありましたんで、ちょっとそれは本当にタイトル戦における椅子対局ですね、ちょっと足が悪いときだけでもいいのでなんとか許可してあげてほしいなと思います。写真撮影だけ和服でやったら、あとは椅子にしてあげてもいいんじゃないかなというふうに個人的には思います。やっぱり、みんな見たいのは寄付であって別に正座している姿ではないと思うので、ぜひね、本当に足の悪い人のためだけでもいいので椅子対局ですね、許可してあげてほしいなと思っております。またですね、この番勝負でわざと1敗するっていうのは基本的に八百長と言える行為ですが、その八百長がありえない理由といたしまして、一つ目はこちらですね。プロが棋譜を見たら八百長なんて一瞬で分かってしまいます。その八百長を繰り返してたら、それこそ文春とかに内部告発されて、徹底的に調べられて、終わりますね。確実に八百長はプロにはバレてしまうと、そういう形になります。
アマチュアの講談社でもたくさん本当に1000曲とか1万曲とか並べてる人にとってはもう一瞬でおかしな棋譜っていうのは見抜くんじゃないかなというところですね。またありえない理由その2といたしまして、やっぱりタイトル戦に出るレベルのトッププロ、まあ、出ない人たちももちろんそうですけどね、基本的にプロの先生方は将棋に対して本当に紳士的でまっすぐな方ばっかりですんで、八百長持ちかけられたとしても絶対に断ると思います。まあ藤井七冠はもう 100% 断ると思いますし、相手の棋士も絶対に断ると思いますし、まあ、そもそも八百長が成立する要因っていうのが全くないんですね。ということで、まあ、こういった理由から八百長というのはありえないというふうに申し上げさせていただきたいと思います。ということで、いかがでしたでしょうか。藤井七冠がストレート勝ちできない理由、そしてですね、まあ、八百長が起こり得ない理由を説明させていただきました。藤井さんはわざとタイトル戦の番勝負で1敗してるんですかという質問ありましたが、まあ、絶対にありえないというふうにお答えしておきたいと思います。ということで、まあこれ将棋ファン歴が長い人にとっては、まあ、こんな動画もう作る価値もない、当たり前じゃないかって思うかもしれないんですけど、意外となんか最近将棋ファンになった方々は、勘違いしている方とかもいらっしゃいましたんで、まあ、そういった方々のためにも、まあ、どうしてあのストレート勝ちができないのかっていう理由ですね、まあ本当後手番が勝ちづらくなっているからというのが回答になりますが、そういったデータとか、またですね、まあそもそも八百長が成立する要因がないという、そういったお話をさせていただきました。確かに番勝負が長引けば長引くほど対局が増えまして、解説の先生とか、観戦記者の方々とか、あるいは中継の方々のお仕事とか、まあ、大盤解説会のチケットが売れたりとか、各種ですね、まあ、いろんな媒体で放送して CM の広告料が入ったりとか、まあ、様々な形で将棋関係者たちの仕事が増えて、確かに将棋界隈が潤うんですが、まあ、対局者たちはそんなことのために八百長っていうのは決してしません。ということで、最近藤井七冠がストレート勝ちできない要因ですとか、また将棋界で八百長が起こり得ない要因とか、そういったものを説明させていただきました。もしこの動画がいいなと思ってくれた方や、またご納得いただけた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録いただけますと、大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。またコメント欄に皆さんのご意見も、書いていただけると大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。失礼いたします。